浩二参戦で、あ、じゃあ行きますか、2試合目。はい、ではスタートお願いします。枠です。アスランの、アスランの爆破。C チームが攻め、ヘビヘビしいですね。どうなんでしょうね、観戦で見てらっしゃる方は私の声多分遅れて聞こえると思うんで。飛んできたのはつーちゃんさん。2対1の体勢。あら、これ壁抜けされたのかな。様子を伺ってる間に一気に体力削られちゃいましたけども、攻め側室でなるべく行きたいので、次はシーターさんして、引くけども致命傷になる前にここは一旦引く。ハードに牽制射撃を打ちながらじっくりトレイヤリングしていく。あら、ここはバレていたか、壁抜きされてしまった。ファイアインザホー、一気に前を詰めるスムシットさん。おお、でこを潰して、あった、やられちまった。つーちゃんさんに落とされてしまい、2対3の、いや4対2。おっと、落とされた。残すのはメロンさんのみ。まだ体力はまだある。じっくり、まだ時間はあるのでじっくり行きたいですが、ポニョ、ポニョ、ポニョ、あと後ろから撃たれたのか。2本目 B チームが取る。ポジションに、その迎撃ポジションに弾を打ち込んで、死にする前に倒していこうというパターンがありますが、さあ B チームが押していくが、あと、ここは EU が一本取り返す。助かった。
方にラジオを送る。10名のリスナーさんありがとうございます。ここまでに C4 を運びながらみんなとこにやられて落とさないようにジュリアリング前は安全地点を受けていく。4対4、スーちゃんさんもミロさんもやられてしまい、ゆっくりクリアリングしていく。至近距離で打ち合い、さあ敵はあと1人だ。Requesting primary target information. やっと待っているのを視認したところで、ひなたのパパさんに撃たれてしまった。これはタイマー。ここはひなたが殺したかったところだが、ここはひなたのパパさんが勝つ。本部に帰還せよ。ご苦労だった。さあ3本を取って。残り2本。攻守は入れ替わりましたか。ここから取り戻していけるのか。C チーム集団行動して、ラミングさん落とした。見えた瞬間でしたね。反射が半端ないです。爆弾が設置された。2人も落として3人落とす。1人3人。あ、ここでリーチをかける。やべえ、マジやべえっす。勇者の活躍を見てみましょうか。安田木公式を落として、安田木公式ミスター K クリアリングをしっかり行う。クリアをきれいにマディに入るか。クリアリングを仕掛けて、ここはちょっとずれた。タイミングが合わない。おお、シータさんも落として、同じところからは顔を出さない。3対2。人数減ったところで攻め込む体勢に変わる。次は動かない。クリアリングを行いながら進んでいく。住人さんのリスナーさん、ありがとうございます。ゆっくり見ていってください。
キワキワを見ながら。判断して爆弾スイッチ、これを解除しに行かなければいけない。 C チームが動き出す。あーチラッと見つかった。あーメロンさん落とされ、おーそのジュクさん回り込んでいた。ダーフォローがしっかり、ひなたぶんパパさんが落として B チーム勝利です。お疲れ様です。